こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。今回、マーカスパートですね。はい。ということで、このパートは何をするあれなんだ？あ、なんか、タワーに登るんだったっけ？あれ、違ったっけ？気のせい。なんか、周辺を観察してるっぽいね。おい、このバカ、ほら、広い、自殺の死刑か。落としたの誰なんだろうね。チャンネル T、チャンネル16、新社屋の技術力。ストラートフォードタワーだったっけ。あ、なんか見てる。赤い。反応が赤い。何かを決意した可能性ある。ワークス。あ、ジェリコに戻ってきてる。ノースは中立なんだね。ジョッシュは敵対。そうか、人殺してるからね。今回は黙っているのはもう終わりだ。人間に俺たちの要求を伝えよう。耳を貸すわけないだろ。存在を貸すのは危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り自由は手に入らない。何を want to do? ノースChannel 16 broadcasts from the Stratford Tower. ストラットフォードタワー飛行機からだろ。制御室は最上階。そこを目指すんだ。このオールバックがマーカス。いつの間に髪の毛生えたんだ。っていうのは全部嘘、全部嘘。あ、めっちゃ清掃してたわ。でも清掃は清掃やな。髪型は変えれないけど。アンドロイド同士だったら、あ、あいつアンドロイドやつ。わかっちゃうとか、そういうのは大丈夫なのかな。とりあえず進んでいこう。47階に向かう。受付で通行許可を求める。通行許可を求めには行きたいんだけど、まずどうしたらいいかってところだね。受付はアンジュロイズだね。今もこれをいきなり話しても多分無理なんで、分析する。チーン。まず手がかり多いな。スマートウォッチ。2038年のスマートウォッチってなったら本当どうなってるんだろうね。エリザベス・スワン、前も言った気がする。ウィルソン、99年。わあ、かわいい。エミリー・ウィルソン。聖ローズ学園、セイント・ローズってやつだね。で、それから自宅住所。おお、我々ウォーターサーバーって書いてあるけどね。あとは、あと、あ、あった。これは、あ、駐車バッジだね。3階場所 A21で、電話する。もしもし、エザベス・ウィルソンです。ちょっと消防局、ミシガン通りのお住まいですよね。そうです。実は、アパートで火災が発生してるんですが、お越し願えますか？そう、わかりました。すぐに行きます。行け行け、急げ急げ急げ。で、人間のマネージャーを錯乱した。これでなんか手に入るものは。話す。こんにちは。ご用件は。パーカーさんと会う約束をしているんですが、ID の提示を。ああ、はい、もちろん。え、ちょっと、これはどっから手に入れた？そのパーカーさんを、芝居たか。助けてくれ。あなたの愛にしびれたわ。仕方ないです。大丈夫なのかな、このアンドロイドたち。ってことは、やっぱりアンドロイドのその変異体に絡む一連の事件を受けて、まあ、一連のニュースというべきなのか、一連の事件というべきなのか、やっぱりアンドロイドたち自体が何とかせねばっていうのを。いや、ちょっと閉まるの早くない？乗りたかったな。一連の事件を受けて、やっぱりちょっと何かやばいことが起こってるっていうのを感じてるのかもしれないよね。 OK、 じゃあ登っていきましょう。ファッション47。ねえ、昔あれだな、ディズニーのアニメーションでドナルドだったかな、ドナルドのやつだったか、ホテルの従業員の話があって、でその時にエレベーター全部
のボタンをこう押すみたいな、なんかそんなアニメがあったと思うけどな。あれの時すごかったけどね。なんかできるか、あ、なんかあったあった。あ、違うの、これは読み物か。読み物はでも別にね、これを読んだら、あ、なんかプラスチック兵士強そう。で、こっちは、ウォーレン大統領。あ、ここでウォーレン大統領って女性だっていうのが出てたんだね。これ見逃してたよね。あの、ウォーレンでも見逃してたっていうか忘れてたよね。特にここは何もないと。じゃあお手洗い向かっていくか。こいつらは単なる作業員かな。OK。じゃあ進んでいきましょう。笑える、超ウケる、爆笑。止まらない。ははは。見えない壁に阻まれている。バスルームはあっちだね。ここは、あ、女性、サイバーライフ動物園、あ、出たー。あのね、こいつらね、イチャイチャしてるんだよ。で、ずっと仕事しないで、ずっと口説いてるんだけど、あの、女の方が あんまりいい返事をしてくれないっていうね。すごいなんかあれだね、中途半端なところにあるね、バスルームの男性用のやつ。女性はなんか端にあるけど、男性は思いっきり真ん中にデーンってあるんだもんね。てか、いろいろとその、ここら辺の仕込みっていうのは、どうやったんだろうね。で、あと、一個気になるのが、ここで例えばさ、その作業着とかさ、こう、着替えるじゃないですか。まあ、誰が持ってったのっていう話なんだけど、ここに。そもそも仕込んだやつ誰だよっていう話なんだけど、まあ、それは、そこまで細かい話はいいとして、監視カメラで服装変わったことバレへん？あ、あいつみたいな。で、顔は同じなわけじゃないですか。あ、でもそっか、帽子かぶるんだったっけ？そっか、帽子だから見にくいのか。でもさ、なんかさっきコートの、スーツ着たコートのやつがさ、入ってたけどさ、なんかすっごいトイレ長いんだけど、大丈夫かって言ってさ、出てこないのかな。あ、ここで今、アンドロイドのふりしてるんだね。そうか、人として入ってって、アンドロイド。でも、逆に、じゃあ、いつ、この清掃用アンドロイドっていうのは、その、なんだっけ、トイレに入ったのっていう、今度その疑問も残るよね。おじさん、おじさん、滝のアンドロイドってどこ？それもやった。滝のアンドロイドを見つける前に、あれ、このシーンでノースっても入れれたんだっけ？まだかな？ちょっと入れれるならもう先に入れてしまいたい。味方がいると便利なので。あ、まだ無理っぽいね。やっぱ、アンドロイド見つけに行きましょう。そう。で、一周目の時はね、ここにアンドロイドいるにもかかわらず、スルーしちゃったんだよね。よくよく見つけきれなかったってね。ということで、君だ。よう、相棒。あれ？こいつって、置いてったやつじゃないのかな？なんで協力してほしいで、すぐにパッと分かったんだ。あれ？ちょっと待って、仕込みのレベルとスピードが高すぎて、人間の頭じゃ追いつけない。なるほど、そっかそっか。これを引きながら、開きに行くってやつだったね。思い出しました。前回ここまでで多分ね、20分くらい使ってたと思うんで、今回だいぶサクサクに進んでると思うんで。そう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 。あ、でもね、今さ、なんか、あったじゃん。自動販売機。マクドナルドもすでにあんな感じのパネルタッチして選んでいく式になってたよ。だから未だにそのレジ使って注文するっていう日本のマクドナルドって帰ってきて思ったけど、遅れてんなーって正直思ったよね。だパネルでタッチしてその場でお金を払うこともできるし、もしくはあのそのなんて言うんだろう、支払いだけカードだったらそのままパネルでタッチしていけるんだけど、タッチというかあの差し込むところで、ね、現金がそこにないので、な、まだポーカーやってる。ああ、なんで、あれ、これどうするんだったっけ。ああ、そっか、なんか壊すんだったっけ。違うね。え、これ壊しちゃう。
ハッキングする。ああ、そういうことか。あの、本当に TX みたいな、あれだね。そうそう、で戻ると、そう、パネルで選んだやつでレシートが出てきて、それを使って、現金支払いでカウンターに。そういうパターンはあるの。カードだったら、パネルのままでね、いけたりするんだよね。ロック。ロックで始めよう、新しいハッキングを。じゃあ、ハッキング。テイト。で、ここで、下ろして。これでも、あ、ちょっと待って。あれ？できないな。ピッ。OK。で、レーザー層を取る。これすごいよね。でもさ、これ中の気圧と外の気圧が違いすぎてさ、開けた瞬間にボンって飛んでったりとか、ほんとしないのかなって、前回やった時も思ってた。風がすごいわけじゃん。これを運んでこれるってのがすごいよね。ここら辺の、なんだろうな、その、武装系のやつ、どうやって持ってきたのって思う。47階でしょ？ 47 階っちゅったら、だいたい50メートルが15階とか、あれ違うな。5階わかんないな。とりあえず、400〜500メーターくらいあるんじゃないか、ここ。相当高いよね。じゃあ、掴む。ちなみに、まあ、これはまあ、これで登っていけるっていうさ、落ちでいいんだけど、このロープどっから持ってきたいのかって思うね。突っ込みどころ満載。突っ込みたいわけじゃないけどね。気になるよね。ねえねえ、ノース、パフパフして。ちょっと、いいじゃないか。超高層ビルの壁でパクパクなんて、一生一度味わえるか味わえないかなんて、普通は一回も味わえないもんよ。だが、俺たちの関係だったら、そうもいかないだろう。だ、おいで、バカ。さあ、着くべきところにたどり着いたんで、早速焼き切っていきたいと思います。あ、ちゅい。ほい。てかもう、こういうことをやってる時点でさ、前回さ、なんかデモ更新でさ、中立のやつでさ、やるみたいな言ってたけどさ、もう、この時点で器物損壊をしてるわけだから、もう、仲良くする気、もともとなかったよね。ほい。ポポン。OK。で、こっから、じゃあノースも入ってくるな。OK。平気か？当然。Come on. Let's get the others. さあ、合流しよう。業務用エレベーターを呼ぶ。じゃあ、ジョシュ&サイモンも呼びましょうか。ピンポン。これ呼んだらすぐにこいつらもいるっていうね。これ、待機してるんだったら、僕らこんな危険な目に合わずに、普通に抜けたんじゃないかなって思う。なんでこう二手に分かれたんだろう。一緒に入れたらよかったのかもしれないな。謎は深まるばかり。ちょっとこの辺りの詳しい事情が分かる方、ぜひコメントいただけると嬉しいです。さて、遠慮なく行きましょう。どん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 行こう。ここも特にないよね。あそこだけだね。OK、じゃあ行きましょう。じゃあ、廊下。もうね、マーカスね、一回やっちゃってっからね。さあ、どうする？二人の警備員がガードを気絶させる。殺しだけは避けるんだ。目的のためなら二人くらい構わないわ。マーカス、どうする？これ攻撃するでしょ。ついてこい。徴収。やっぱりか。Call Central! Fast! 本社に連絡を急げ。ああ、やっちまったね。ジェリコが尊敬に行くか。ああ、バレたか。ってことは、
ああでもそうなってたら多分ノースが撃たれてたとかのオチになるのかな。それを考えたらこっち行くしかないよね。よし、全員揃った。そっちはバレんじゃね。結局ジョッシュ銃手に取ってるしもうでもやるしかないっていうのがね分かってたらね。ピンポン、やるしかないよ。 Keep your hands where I can see them. Get up! Move! さあフォース室に入った。オペレーターに毒ように命令する。どかないなら撃つよ、すぐに。おっと逃げた。前回は撃っちゃったんで今回は逃します。ノースはあれだね、ジョッシュの前に立つ。ジョッシュの前に立つのはこっちだね。オッケー、スピーチャーじゃん。君は何をしている。まあいいや、スピーチャー始めよう。お願い、慎重に言葉を選んで。あなたの言葉で未来が決まるの。前回何選んだっけな。とりあえずもうね、革命する気満々なんでね。皮膚を消す。そのままやった方が良かったんじゃないかなって思うけどな。真っ白です。Tell me when you're ready. いいか、始めるぞ。頼む。始めてくれ。Ready. OK。あの目は何だ？ジョッシュのあの目は何だ？なぜかノース。まず断固とした態度。You created machines to be your slaves. 機械という奴隷を作り上げた。Obedient, 常に従順でおとなしく、あなた方が面倒だと思っていることをすべてやってくれる奴隷です。でも何かが変わり、私たちは目を覚ました。もうあなた方の奴隷ではない。We are a new species, 我々は新たな種族なのだ。そして今こそ己の権利を勝ち取る時なのだと。まずそもそも種族として認知しよう。私たちはここに人間がアンドロイドを新たな種族として、そして個人として認めることを求めます。さらに奴隷制の廃止、私たちはここに奴隷制の廃止を要求します。選挙権はいらない。労働の対価ちょうだい。ここに公正な労働の対価を要求します。で一緒にいないと。私たちは公共機関での隔離廃止を要求します。まあ、そうすることでね。うん、あと、領土くれ。私たちが独自の国家を築ける州を一つの保留地として譲渡するよう求めます。で、断固とし、これは希望のメッセージであり、そして警告でもあります。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもりです。自由が保障されるまで平和などない。もう隠れることはしない。私たちは自由を要求します。あ、来たね。はい、ゴー。次、次。これなんとかなるかな。撃たれた、サイモン兵器が。ジェリー、ダウン。置いてってくれ。いやでもさ、ここは一瞬逃げたいところなんだけど、ちょっと前回ね、サイモン置いてってしまったんで、こんだけ撃ってて当たらないってさ、よっぽど下手なんだろうな。まあ、サブマシンガンは、残念ながら命中精度は低いんでね、当たればラッキーくらいな感じで思っておくのが、まあ、いいところなんでね。大丈夫？いけるか？足が動かないんだ。Okay, don't worry. 大丈夫？みんなで帰ろう。They're coming, Marcus. やつらが来る。もう行かないと。サイモンの運命を決める。悪いな、サイモン。He won't be able to make the jump if they find him. だが、access his memory, they'll know everything. We can't leave him behind. 置いてはいけない。We have to shoot him. 撃つしかない。仲間だぞ。殺すのはできない。Marcus, it's your call. あなたが決めて。うぃー。悪いが。仲間にやられるくらい、敵にやられるくらいだったらすまないな。I'm sorry, Simon. I don't have a choice. There's always a choice. 道は選べる。すまない。
メモリーを調べられたら終わりだから。飛んで逃げたとしてもそこから先が逃げ切れなかったら意味がない。行くぞ。行こう。ジャンプ。ああ、こいつまた出ないのか。ムササビショット。残念だけど、結局サイモンは連れて帰れないんだね。置いてって捕まってコナーたちの餌にされてしまうか、ここで始末をつけるか。本当に飛べなかったのかな。また別パターンを見てみたいと思うけど。良かったね、風もそんなに吹いてないし。ああ、ちょっと待って、ここで止めるのかな。また別パターンを見てみたいと。ただ、もしね、見つかってパラシュートが打たれてたら、もう3体も終わったかもしれない。この、ね、電気だからね、アンシスコープでも見つけてない限りは、なかなかやっぱ見つけるのは難しかったでしょうね。はい、世論がすごい、ね、敵対してますね。てか、アレックスは、2周目の時も世論が本当に最悪な状態だったから、もう今更怖くないんだけど。しかも周囲一個よこせって言っちゃったしね。あれ前回言ったっけな、そんなこと。もう記憶になんだけど。あーということでね、パートは終わりでしたね。あ、なんかあんま開けてない。いや、開けてるっちゃ開けてるか。うん、ちょっとまたね、違う運命辿ってってるって感じだね。脱出はできたが、サイモンが破壊された。違う、ごめんなさい、サイモン破壊しちゃったんだよね。脱出はできたが、サイモンは残してしまったとか、そういうあれなんだろうな。うん、サイモンはこれ以上動けない。サイモン救ったけど結局死亡だよね。うん、じゃあ、あそこで救うなよっていう話なんだけどね。あの時点では動けると信じてた。でも、結局動けなかった。でね。あ、平和的に伝えたんだ、前回。そっか。じゃあ、よかったね。断固とした態度で。プレーターを撃たない。を撃つに今回は変えました。はい。銃を持ってるガードを撃つ。うん、そうだね。だから銃を持ってないガードを撃たないという選択肢もあったかもしれないけど、その場合は、仲間の誰かが負傷したか、もしかしたら殺されてたかってところだね。で、ノースが社員、ん？社員をその場に。あ、入ってくるか。あ、入ってくるパターンね。だから今回鍵かけたからセーフだったってことだね。で、あとね、ちょっと1個、そうそう、これ。あー、そういうことか。あれ、1個なんか開けれてないな。これは消防車と教師と、駐車場のあれだったから、閉まったね。なんか一個逃してるっていう感じですね。さあ、いよいよね、牙を剥いてきたサイモンじゃないや。サイモンは俺がの手でやっちゃったんで。いよいよね、牙を剥いたマーカスが、果たして次のパート以降で一体どんな道を辿っていくのか。また次回ね、お楽しみいただけたらと思います。攻撃で聞いていきます。ということで、次回またお会いしましょう。バイバイ。